本日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。定刻ちょっと過ぎましたが、ただいまから第10回東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う住民の健康管理の在り方に関する専門家会議を開催いたします。まず本日の出欠の関係でございますけれども、安倍委員、それから荒井委員、遠藤委員、宍戸委員より、ご欠席との、ご連絡をいただいております。また庭委員におかれましては、遅れるという連絡が入ってございます。また、本日ヒアリングで、お越しいただく、星先生につきましては、少し遅れて到着される予定となっております。次に議事に開始に先立ちまして、傍聴者の皆様へ、留意事項を申し上げたいと思います。円滑に議事を進行させるため、事務局の指示に、従っていただきますようお願いいたします。それから傍聴中は静粛を旨とし、発言、拍手などの賛否の表明や、これらに類することにより、議事の進行を妨げる行為はご遠慮いただきたいと思います。またご質問ご意見がある方につきましては、お配りした用紙にお書きいただき、事務局の方にご提出をお願いします。次に携帯電話等につきましては、音が出ないようにご配慮いただきたいと思います。その他、事前にお配りした内容について、ご注意をいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。これらをお守りいただけない場合には退場していただくこともありますので、よろしくご理解をいただきますようお願い申し上げます。それでは、福島政務官より、開会の挨拶を申し上げます。皆様こんばんは。環境大臣政務官の福島でございます。本日は数分遅れましたこと、心からお詫びをさせていただきたいと思います。申し訳ございません。また本日も夕刻からの時間に変わりませず、またお足元の悪い中、本当にお集まりいただきまして、心から感謝を申し上げさせていただきたいと思います。本当にありがとうございます。またこれまでも9回にわたり、線量の把握、そして評価について重点的にご議論いただくとともに、健康影響等に関する検討を精力的に重ねていただきましたことに、厚く御礼を申し上げます。ありがとうございます。また本日はこの専門家会議の最も重要なテーマでございます、住民の健康管理の在り方に焦点を絞りまして、ご議論をお願いしたいと考えているところでございます。その中で福島県に実施されております県民健康調査を含めまして、ご議論をいただきたいと思っておりますので、本日は県民の健康調査の実施にご尽力をいただいております福島県の公衆衛生学教授の安村先生、そして福島県地域医療に携わりながら福島県民健康調査の検討委員会の座長を務められている星総合病院長の星先生にも、お越しを、お忙しいところお越しをいただいておりますこと、感謝を申し上げます。またこれまでの取り組みや今後の方向性などについてお話をしていただく予定となっておりますので、どうか最後までよろしくお願い申し上げます。健康の管理のあり方につきまして、専門的、そして科学的な知見からご議論をいただけることを期待を申し上げて、私のご挨拶とさせていただきたいと思います。本日も長時間にわたりますけれども、どうか最後までよろしくお願い申し上げます。福島政務官におかれましては、公務多忙により、退席をさせていただきます。ご了承いただきますようお願いします。続きまして、本日お配りしました資料の確認をいたします。議事次第に配布資料の一覧をですね、記しておりますけれども、資料1として、福島県民健康調査のと、既存の検診・検診制度に関する概要、これを資料1として配っております。それから資料2でございますけれども、集団における疾病頻度の変化の把握に活用可能な統計資料を資料として配布させていただいております。それから資料3でございますけれども、健康管理の在り方に関する主な論点案というものを配布してございます。それから参考資料でございますけれども、5種類ありますが、1つは参考資料1でございますけれども、福島県県民健康調査の概要、
参考資料2として、第16回県民健康調査検討委員会資料、参考資料3として、福島県県民健康調査結果報告資料、こちらの方は第7回の参考資料にも、配布させていただいているものでございます。参考資料4として、WHO 健康影響報告書概要、これこちらの方は9回の方に、配布して、おるものと同じでございます。それから参考資料5として、専門家会議の、開催要領、こちらの方を配布して、ございます。資料が揃っておりますことをご確認いただき、いかが不足等ございましたら、事務局まで、申し出ていただきたいと思います。それではこれより、議事に入りますので、以後の進行につきましては、座長にお願いいたします。それではただいまから第10回の専門家会議を開催いたします。本日はの健康管理に関する論議ということが中心でありまして、先ほどご紹介ございましたけれども、安村先生と星先生に今日はお越しいただいております。よろしくお願いいたします。では最初に事務局から資料の1についてご説明いただきます。お願いいたします。では資料1をお手元にご用意ください。福島県県民健康調査と既存の検診制度に関する概要をまとめたものでございます。この資料1を主に用いまして、県民健康調査についてご説明を申し上げたいと思います。合わせて参考資料の1、2、3を適宜、ご案内いたしますので、そちらもお手元にご用意いただければ幸いです。では資料1の1枚目をめくりいただきまして、県民健康調査の全体像でございます。まず全量を把握ということで、基本調査を左上でになりますが、こちらで、3月11日以降の行動記録を取るという基本調査、ここで線量を把握するということになっておりまして、それに加えて右側になりますが、健康状態を把握ということで詳細調査が4種類行われております。でそれぞれを束ね合わせて県民健康ファイルという箇所として県民健康ファイルというものの中で個人の住民個人で管理をしていただくということにと合わせてデータベースを構築し、そこで管理をしていくという形になっております。また詳細調査の結果を踏まえて、下のところになりますけれども、相談支援や治療につなげていくと、そのような構造になっております。でこれからのご説明では、まずこの詳細調査の中ですが、健康審査、そして甲状腺検査、で心の健康度、生活習慣に関する調査、妊産婦に関する調査、この順番で、少しずつご説明を申し上げたいと思います。もちろん先生方の中には大変お詳しい先生もいらっしゃるかと思いますが、基本的なご説明がこの専門家会議の中でしてございませんでしたので、その点ご承知を聞いただきまして、説明を聞いていただければと思います。まず健康審査についてでございます。参考資料1を見ていただければと思いますが、参考資料1の2ページ目から4ページ目にかけて、こちらは福島県のホームページに掲載をされております健康審査の説明でございます。2ページ目を見ていただきますと、一番上の囲みのところですが、福島県では県民の皆様の健康を見守り、将来にわたる健康増進につなぐことを目的に健康審査を実施していますとあります。そしてこの健康審査は大きく2つに分かれておりまして、1つが1、避難区域等の住民及び基本調査の結果必要と認められた方に対する健康審査、
それから少しおめくりいただきまして、4ページ目のところですけれども、避難区域等以外の県民の皆様に対する健康審査という、この2つの構造からなっております。お戻りいただきまして、2ページ目のところに、検診の項目、それぞれの年齢区分に応じた検診の項目が記載をしております。後ほど検査項目につきましては別途ご説明をいたします。3ページ目ご覧いただきますと、26年度の実施方法ということで、県内県外それぞれについて、県内の指定医療機関であるとか集団検診での実施といったような形で、さまざまな形で住民の方々が受けやすいような形を県の方で工夫をされておりまして、行われております。また26年度のスケジュールは3ページ目の下半分に記載がされている内容となっております。4ページ目のところをご覧いただきますと、先ほど申し上げました避難区域等以外の県民に対するものということで、基本的には既存検診、がん検診を受診勧奨するということ、また既存検診の受診機会がない方、19歳から39歳の方については受診機会をお持っていただくということになっております。検診項目につきましては、いわゆる特定健康審査を基本にした形になっているということになっております。で、これをですね、ご理解いただく際に、まず日本の検診制度がどうなっているのかということを一旦ご理解いただいた上で、そこに上乗せしてこのような県民健康調査の健康審査が行われていると、そういう形でご理解いただきたいと思いますので、先ほどの資料1にお戻りいただきまして、資料1の3ページをご覧いただけますでしょうか。資料1の3ページでは日本の検診制度の概要をまとめてございます。詳細についてここでは申し上げる時間はございませんけれども、おおむねですね、乳幼児、児童、生徒等、そして、成人になってから被保険者、被扶養者、そして労働者、でその他ということで、さまざまな形で、健康審査が制度として行われております。この中で、実施義務があるものと努力義務ということになっているものがありまして、特に実施義務があるということにつきましては、基本的には日本全国どこにいらっしゃってもこうした検診を受ける機会があるということになります。でこの日本でもともと全国的にある検診制度にどのような形で県民健康調査の健康審査が上乗せになっているのかということをですね、資料1の3ページ以降でご説明をしております。4ページ以降でご説明をしておりますので、1枚おめくりいただけますでしょうか。既存の法定検診と県民健康調査健康審査との関係ということで、このページから乳幼児等に対する検診ということで、少しずつ年齢層を対象となる年齢層に応じて分けて整理をしてございます。上の青い部分が既存の法定検診として行われている部分、下のオレンジ色のところが県民健康調査として行われている部分というふうにご理解ください。左側につきましては避難区域等の県民の方々へのもの、そして右側は避難区域等以外の県民という形になっております。まず乳幼児と、これ以降の資料も同じような形で構造になっておりますので、ご承知おきください。まず乳幼児等に対する検診ということですが、避難区域等の県民の方々、避難区域以外の方々、避難区域の内外を問わず、1歳6ヶ月時検診と3歳時検診が母子保健法に基づき行われております。また就学時の健康診断というものも学校保健安全法に基づいて行われているということになっておりますが、これに加えまして避難区域等の県民の方々につきましては、下のオレンジ色の枠のところをご覧いただきたいんですけれども、長引く避難生活や放射線への不安などが健康に及ぼす影響の把握や疾病の早期発見早期治療のための健康診査を実施をするということで、6歳までの方々に対して年1回指定医療機関で、ここに掲げておりますような項目を実施していると。特に下線を引いております血液検査の部分は既存の法定検診では行われていない上乗せの部分という形になります。引き続きまして次のページ5ページ目をご覧ください。このページでは児童生徒学生等に対する検診ということで、同じような構造でお示しをしてございます。
既存の法定健診としましては、児童・生徒等の健康診断ということで、学校保健安全法に基づく健診が年1回行われております。こちらは基本的には医師による診察が中心になってまいりますけれども、これに加えまして、県民健康調査では、7歳から15歳、小学校1年生の方から中学校3年生の方々につきましては、この学校保健安全法の検診に加えまして、血圧、血栓、そして希望による追加項目ということで、血液性化学の検査も行われているということになります。また16歳以上の方々につきましては、先ほどの血圧、血栓に加えまして、血液性化学の検査が希望によるということではなくて、基本的に実施される内容となっております。また、この世代につきまして、はですね、避難区域等以外の県民の方々に対しても、19歳以降の方々については、特定健診という特定健康診査と同等の内容を受けていただくと、そういった受診機会を提供するということで、右側になりますけれども、このような形で健康診査が提供されているということになります。続きまして、6番目ご覧ください。労働者に対する健診でございます。労働者につきましては、既存の法定健診として、労働安全衛生法に基づく定期健康診断が行われております。またこれ以外にもいくつかございますけれども、この定期健康診断が基本になると思います。定期的に年1回実施されるということになります。これに加えまして、県民健康調査では、いくつか加えた形、追加項目がある形の健康診査となっております。追加項目のところは下線を引いております。また避難区域等以外の県民の方々につきましても、受診機会がない場合、19歳から39歳の方々については年1回、特定健康診査と同様の検診を設けているという形になっております。続きまして7枚目です。被保険者、被扶養者に対する検診。世代としましては労働者と重なる部分はございますけれども、基本的には特定健康診査を40歳から74歳につきましては保険者による実施義務があるということになっております。これは高齢者の医療の確保に関する法律に基づくものになっております。また右上の中のところに書いておりますが、労働安全衛生法に基づく事業者検診を受けるべき方々につきましては事業者検診の受診が優先すると等々という形になって整理がされております。この被保険者、被扶養者に対しましては、県民健康調査で上乗せとして、先ほどと同様、16歳以上の方々について年1回、下線が引いてある項目が追加としてされておるという形になっております。また19歳、避難区域等以外の県民の方々についても、先ほどと同様の形で、検診の受診機会がない方々で、19歳から39歳の方々については、特定健康診査と同等の内容のものが受診機会として提供されると、そのような形になっております。ここまで健康診査について、既存の法定健診との関係性を含めてご説明してまいりました。でこの健康審査が23年、24年と行われてくる中で、今の時点でどのようなところまで結果が出てきているのかというところにつきましては、参考資料3をご覧いただけますでしょうか。参考資料3、こちらは、福島県県民健康調査検討委員会の資料を抜粋させていただいているものでございます。こちらの1枚おめくりいただきますと、平成23年24年度県民健康管理調査健康審査の検診項目別検診実績基礎統計という形で、さまざまな検診項目について結果が報告されております。このまとめの部分ですけれども、34ページをご覧いただけますでしょうか。資料参考資料3の34ページです。こちらに、こちら の下半分のところから、すなわちというところから、まとめの部分、今現時点で分かる範囲でまとめる部分が掲載されております。すなわち平成24年度は平成23年度に比較すると、肥満、高血圧、脂質代謝異常の割合はおおむね減少傾向にあったが、
肝機能障害、ガム GT 高値、甲状腺血症、腎機能障害、貧血の割合がむしろ増加傾向にあった。体糖の異常は、ヘモグロビン A1C 高値の割合と、空腹時血糖高値の割合に乖離があった。血小板減少、白血球減少の割合に大きな変動はなかった。等々ということが書いてございます。その次のなんですが、このような変化の要因を考察すると、平成24年度は平成23年度に比較して、肥満や高血圧、高脂血症等の生活習慣に関わる項目に改善傾向が見られており、避難生活による運動量の減少、食習慣の変化、精神的ストレスや睡眠障害等の生活環境全般がやや改善された可能性がある。しかし肝機能障害、ガンマ GT 高値、甲尿酸血症、腎機能障害等においては増悪傾向を認め、より一層の生活習慣の改善に努める必要があると考えられた。ただし平成23年度と平成24年度では検診対象者に大きな変わりはないが、検診受診者は異なり、検診を受けた時期や医療機関なども異なっているなど、多くの就職要因が存在するため、厳密な意味での比較ではないと、このような形でまとめてあるものが現在の状況でございます。以上が検診、健康審査に関するご説明でございます。資料1にお戻りいただきまして、資料1のですね、7ページをご覧いただき、失礼いたしました。8ページ、市町村のがん検診の項目についてというところをご覧いただけますでしょうか。県民健康調査の中で、甲状腺検査が行われております。これは甲状腺がん検診とに相当するものかと思いますが、まず日本全国の制度として、市町村でがん検診が行われております。まずこれを念頭に置いていただければと思いますので、資料としてご用意いたしました。厚生労働省においては、このような指針を定めまして、市町村による科学的根拠に基づくがん検診を推進しております。根拠法令は健康増進法になります。具体的には、胃がん検診、子宮頸がん検診、肺がん検診、乳がん検診、大腸がん検診となっておりまして、検査項目、対象者、受診間隔、これはご覧の通りとなっております。福島県においてはこれに加えて甲状腺検査を実施されているという形になります。甲状腺検査の現況といたしましては、資料2としてご用意しております第16回県民健康調査検討委員会の資料の中で最新の結果が紹介されておりますので、そちらをご覧いただければと思います。参考資料2の16ページになります。こちらで甲状腺検査の先行調査の一次検査および二次検査の結果について説明がございます。につきましてはご存知の先生方も多いかと思いますので、詳細なご説明を割愛いたしますが、一次検査、二次検査の説明に続いて18ページ目で細胞診の結果、そして19ページ目手術の適用症例についてといった形で情報の公表がされております。続きまして、県民健康調査の残りの2つの部分をかつまんでご説明をさせていただきます。心の健康、失礼しました。心の健康度、生活習慣に関する調査ということで、資料といたしましては参考資料1の7ページをご覧いただけますでしょうか。参考資料1の7ページでございます。枠の中に趣旨が記載してございますけれども、福島県では震災で困難な状況にある県民の心や体の健康度問題を正しく把握し、保健医療福祉にかかる適切なケアを提供するとともに、将来の子どもたちの世代に向けて自然災害時や緊急時における心のケアのより良いやり方を受け継ぐことを目的に、心の健康度、生活習慣に関する調査を実施していますとあります。対象者は避難区域等の住民および基本調査の結果必要と認められた方ということになっていまして、毎年1回それこそ0歳の方から高齢者まで皆さんに対して行われているという形になっております。方法としましては質問紙をお送りをして、それにその中で調査項目として7ページの下のところにありますが、現在の心と体の健康状態について、それから生活習慣について、食生活、睡眠、喫煙、飲酒、運動、
そして最近の行動について、現在の生活状況、人とのつながりについてといったようなことを質問しで聞いているという形になっております。で、平成24年度の報告のところだけご紹介したいと思いますが、すみません、参考資料3をご覧いただけますでしょうか。65ページになります。参考資料3の65ページに、平成24年度心の健康度生活習慣に関する調査の報告が示されております。対象は先ほど申し上げた方々になりますが、具体的には21万1000人を超える方々が対象となっているということが記載されております。また少しこの65ページの下の方を見ていただきますと、回答者数の記載がございますが、おおむね子どもさんですと4割前後、一般大人の方々ですと3割程度の回答率となっているということかと思います。その後ずっと結果の説明ご紹介が続いておりますけれども、少し のまとめの部分だけご覧いただければと思いますが、すいません、失礼いたしました。これが方法の部分でございまして、参考資料の1の8ページに戻っていただけますでしょうか。このような形で質問紙で調査を行いまして、それをスコアで、この方々には特に支援が必要であるという方々を見出しまして、その方々に対して個別の対応をされているということが8ページのところに書いてございます。両括弧4の調査後の対応というふうに書かれているところです。参考資料1の8ページのところです。丸1のところをご覧いただきたいんですが、回答内容を福島県立世界大学の医師等が評価分析すると、心の健康及び生活習慣上相談支援の必要があると判断された方には、臨床心理士や保健師、看護師等による心の健康支援チームが電話支援等を行うという形で、さまざまなステージで支援がなされているということが記載されてございます。実際にどのような支援がなされているかというところを少しご紹介させていただきますが、参考資料3の86ページのところに支援、平成24年度の支援実施報告がございます。こちらをご覧いただきますと、の対象となった方々に電話による支援あるいは文書による支援を行うという形になっておりまして、尺度の特定による支援基準として86ページの左下に示されているような内容の方々が特に支援対象として抽出されていると。でさらに同じページの右上のところをご覧いただきますと、尺度以外の項目による支援基準というものも設けられていまして、例えば緊急で急いで支援を必要とする支援を必要であると判断された方々であるとか、大人の方で BMI が30を超えていて他のリスクもあるというような生活習慣の観点、そして心の健康の観点、それぞれで支援を必要と、特に支援を必要とする方を抽出して、実際に電話等による支援を行っていらっしゃるということが報告されております。まとめの部分が95ページに記載をされておりますので、ご覧いただければと思います。このまとめのところ、95ページの右側のところに平成24年度の支援に関するまとめが記載されておりますので、そちらをまたご覧いただければというふうに思います。心の健康と生活習慣に関する調査についてのご説明は以上とさせていただきます。最後に簡単ではございますけれども、妊産婦に関する調査について、見ていただきたいと思います。参考資料1の9ページに戻っていただけますでしょうか。参考資料1の9ページです。
県民健康調査、妊産婦に関する調査についてということで、福島県では妊産婦の皆様の健康状態等を把握し、健康管理に役立てていただくことを目的に、妊産婦に関する調査を実施しているとなってございます。平成26年度については、対象者はご覧のとおりとなっていまして、基本的には調査票を郵送し、それで中の段にありますような主な調査項目、妊産婦の心の健康度について、現在の生活状況について、出産状況、妊娠経過中の健康状態について、育児の自信について、次回妊娠に対する意識について、このような調査項目を、調査項目について、回答をいただき、その回答を踏まえて、支援が必要と判断された方々には、福島県立医科大学の助産師、保健師の方々が積極的に電話支援をするといったような体制を取っていらっしゃいます。この平成24年度の結果につきまして、ちょっと参考資料につけてはございませんので、口頭で恐縮ですけれども、平成24年度の回答率はおおむね 50% 程度で、平成23年度と合わせて考察されている検討委員会の資料につきましては、流産率、中絶率は平成23年度と変わらないということ、また、早産率、低出生、体重時出生率、23年度よりやや増加したものの、全国平均とほぼ変わらなかったといったようなことが報告されております。また、うつ傾向があると判定されたお母様方が 25.5% と、平成23年度よりやや減少しているものの、未だ効率であるということも指摘がされておりまして、電話の支援ということ、調査後の対応としての電話後の支援は 15.4% をされているということが、すでに公表資料として報告されております。長くなりまして恐縮でございます。県民健康調査のご説明は以上とさせていただきます。どうもありがとうございました。以下で県民健康調査の概要、また既存の検診制度の概要、既存のがん検診の概要についても非常に急いで ご説明いただきましたけれども、まあ、ここはご質問というよりはもう次の先生方にお話しいただいて一緒にということにしたいと思いますが、今日は特別に福島の県民健康検査ということで安村先生特別においでいただいておりますので、最初に今大体概要をお話ししたということで、先生がお話しになりたいところぜひお願いしたい。本当に打ち合わせが十分でなくて、もう先生に全てお任せしてお話ししていただく形になっておりますけども、よろしくお願いいたします。ご紹介いただきました福島県立医大、放射線医学県民健康管理センターの副センター長を拝命しております安村誠二です。もともとは医学公衆衛生学講座の教授をしております。どうぞよろしくお願いいたします。ただいま事務局の方から、県民健康調査の概要についてもう概略的なことはご説明いただいたんで、どこまでお話しするのがいいのかなというのはちょっとかぶるところがあるかと思いますけれども、重複する部分に関しましては、非常に重要な点だということでご理解いただければというふうに思います。で今日のお手元にある資料は最新のものと、あと当初震災直後の実態を示すものと、いくつか分かれておりますけれども、そこら辺は適宜補足してご説明させていただこうと思います。でまずはじめにですね、資料1の、先ほどからご説明いただいているこの1ページのですね、県民健康調査のこのポンチェというんでしょうか、この絵が県民健康調査を、ある意味では全て表しているのではないかなというふうに思っております。震災直後から福島県では県庁、そして県立医大は市町村とともに県民の命と健康を守るために何をやるべきかということを、学内また県庁の中でもいろいろ議論をされていたと理解しています。その中で私たちは県民のこの不安の中でしっかりと支援していくことが大事ではないかということで、支援のためにしっかりとした調査をする必要もあるだろうということが、もともとこのような調査をやはりやらなければいけないというふうに考えた大きな理由であります。
調査をしっかりすることで、そしてその結果をしっかりと県民に返す、まとめた結果を公表していくということが、県民の一人一人の方々がそれぞれ自分の健康管理、健康増進にその情報を活用していただく上で基本になるのではないかというふうに考えた点であります。また個人が何をするかだけではなく、市町村や県含めて、もちろん国もですけれども、どのような支援が必要なのかということをはっきりさせるためにも、しっかりとした結果を示すことが大事なのではないかというふうに考えたわけであります。で、このポンチエも先ほどもご説明ありましたけれども、そういう点で考えたときに、205万人県民にとってまず最も知っておかなくてはいけないのは、今回の震災によって特に放射線の飛散に伴って、私たち県民が受けた健康リスクという視点での被曝線量をしっかり把握することであるという点で、この基本調査というふうに名前もなっているわけであります。こちらに書いてありますように、震災時点で県内居住していた方全員ということで、対象者は205万人ということであります。この県民の皆さんが震災前にはなかったリスクを負わざるを得なくなってしまったということで、それがどの程度であったか、それを知ることがスタートではないかというふうに考えたわけであります。で、右の方ですけれども、健康状態を把握ということで、詳細調査と名付けましたのは、ご存知のように放射線の放射能 飛散によりまして、県内では双葉八丁をはじめですね、避難区域が設定されまして、合わせて十数万人の方々が強制的に居住地に住めない状況になりました。そういう中で私たちが当時考えましたのは、放射線の直接的な影響ばかりでなく、それは大変心配ですけれども、もう一つ、今までの世界でのさまざまな原子力災害や自然災害における避難に伴う健康影響ということが、もう一つ大変大きな課題であるということを、先行の報告から私たちは学んでおりました。そういう視点から、避難区域の方々というのは、放射線による健康影響というのプラス、避難に伴う生活の変化、それに伴ってさまざまな生活習慣が変わってしまうということに対する、そういうリスクが負わざるを得なくなってしまったと。で、そういう意味で、避難区域に居住されていた方たちには、適切な健康管理を行わなくてはいけない、そのためにしっかりとした調査を行う必要があるだろうということで、避難区域の方たちに関しては詳細な調査を行うべきで、その調査に基づいた支援というのがなされるべきだろうというふうに考えました。で、私たち基本調査プラス詳細調査4本立てというふうによく申しておりますけれども、甲状腺検査、健康審査、心の健康度、生活習慣に関する調査、妊産婦調査、これで4本と言っていますけれども、当初はっていうかですね、まあ、甲状腺がんに関しては専門家の方も含めて、放射能の、まあ、飛散以降ですね、かなり、まあ、県民もですね、もともと知らなかった発がんっていう放射線がんが起こるのかもしれないという不安もありましたので、避難区域だけではないというのは当初からそういう理解がありました。そういう意味で、避難区域を超えて甲状腺に関しては、県内 全域で18歳以上の全県民を対象にするということのが必要であろうということで、甲状腺検査は対象が36万人ということで広げられました。しかしながら、ご存知のように甲状腺の検査を行うということは、まあ、超音波の機会があったとしてもですね、決して簡単にできるものではないということや、まあ、チェルノブイリで の甲状腺がんの発症に関しての知見等を参考にしまして、もともと3月11日以降の原発からの放射能の飛散によって甲状腺がんが発生する可能性、その前にですね、すでにもしかしたら潜在的に甲状腺がんがあった場合に、それをまずしっかりと把握して対応しておくということがまず必要であると。それには、まあ、3年以内には、一巡全員の検査を終えるべきではないかということで、3年間で終えるということを目標にいたしまして、
3年間の実施計画、それを、まあ、行政区になるんですけれども、相対的に被爆線量の高いと考えられている地域を優先的にしまして、今年の3月までで、一巡するということを計画したところであります。そして実施をいたしました。そして最初の3年間、まあ、を過ぎた後で、当初のもともとの放射線の状態を把握した上で、まあ、疫学的な表現になりますけれども、ポピュレーションアットリスク、つまりリスクを持っている集団、まあ、すでにまあがん等で甲状腺をもし切除してしまった場合には、その方に甲状腺がんが発生するということはありませんので、分析上はですね、その方たちはまあ対象としては除外されるわけですけれども、継続的に評価する募集団としまして、その3年間の調査を終了した方たちをしっかりと終了しなくてもですね、その後で受けていただいて面白いんですけれども、長きにわたって追跡フォロー支援していくという枠組みで現在実施しているところであります。詳細な結果に関しましては、ちょっとお手元 の, あ の, であのつい先週というか日曜日の第16回の県民健康調査検討委員会の報告書参考資料2にございますので、ちょっとの全体をまず話させていただきたいと思います。そちらに行かないで次説明させていただきたいと思います。このポンチをまた見て戻りいただきたいんですが、続きましてその健康審査であります。いわゆる検診ということで、先ほどご説明もありましたけれども、我が国には健康管理をやっていく上でしっかりとした検診を行う、その上での健康相談等々で健康管理、健康増進を行っていくという枠組みがございます。そういう意味では避難区域であるないにかかわらず、国の制度のもとにですね、検診を受けていただくというのは当然ですけれども、今回の事故に伴って追加的な項目を入れる必要があるのではなかろうかということで、白血球分割やその他炎症性のつまり疲労等によって体調が悪くなると、そういうことも、まあ、評価しなくてはいけないのではないかということで一部項目を追加したところであります。なおこの図にあります次のですね、避難区域等以外の住民に関する検診に関しては、もともとはこれ、ちょっと形式的な縦割り的な言い方ですけれども、県立医大が県から受託したものではなくて、これは県が主体でやられているものでありまして、しかしながら同じ県民ですので、最終的には左にありますようなデータベースというところでデータに関しては突合させ、健康管理に役立てていくという枠組みは一緒でありますが、繰り返しになって恐縮ですけれども、この詳細調査は基本的に避難区域の方々の健康管理ということで私たちは取り組んでおりまして、避難区域以外といいますと、避難区域の居住方たちが21万人、逆に申しますと避難区域以外の県民はもともとで言いますと福島県民は205万人おりましたので、180万人を超える方たち、つまり10分の1の方が強制的に避難を余儀なくされた方々であるということを考えますと、まあ、避難区域以外まで私たちはまず避難区域の方たちを優先というとあれですけれども、避難をせざるを得なかったということで、健康審査をより充実させて受診いただき、健康管理に役立てていただく、疾病の早期発見、早期治療に結びつけていくということを目的としていたところであります。次の心の健康と生活障害に関する調査、これに関しても括弧に書いてありますけれども、避難区域の方々のメンタルヘルスの問題、これに関してもチェルノブイリ等で長きにわたって心の健康度が低下して支援が必要になる方々が5年10年経ってからもですね、引き続きいらっしゃると、でその支援が大変重要であるということは、よく知られているところでありまして、私たちも、心の健康度に関して適切に把握して支援を早くから対応したいということで、これは質問紙の調査を行っております。合わせまして生活習慣に関する調査というのは、飲酒喫煙はじめ運動食生活、私たちの健康を維持していく、健康を増進していくために最も基本的な行動習慣に関して把握し、より良い
健康習慣になっていただくような支援をしていくということがこの目的であります。で、そういう意味で申しますと、21万人赤ちゃんから100歳を超える全年齢の方たちを対象にするという考え方で、0歳から3歳、そして6歳まで、そして小学校中学校という年齢に応じた質問書を作りまして、保護者の方に記載していただくという形で、現在も引き続き継続的な調査を行っております。最後、妊産婦に関する調査ですけれども、この調査も避難区域のみということはかなり当初の頃からですね、避難区域だけじゃないだろうと、お母さんたちの胎児への健康影響やですね、福島では赤ちゃんが産めないんじゃないかとか、危険が多くなってしまうんではないかという大変大きな不安がありました。あと、そういう風評というのが、福島県民を非常に苦しめたことがございました。そういうことも背景にありまして、やはり福島県がこういう悲惨なことが起こった後でしっかりと立ち直って継続して生活できるようなところであるというように私たちが作っていくためには、妊産婦さんをしっかり守るということが最も大事だろうという視点から、妊産婦さんに関してはその震災時に母子健康手帳を交付されていた方々1万約6千人ですけれども、これも県内全部全域ですが対象といたしました。で、この調査も1回で終わらせるものではなく、次の年に福島県で妊娠して福島県で出産を考えている方たちを温かくというかですね、適切なケアでサポートしていくということが必要だろうということで、平成24年25年というふうに調査をしております。で、私たちは妊産婦さんがどんどん県外に流出しているのではないかということで危惧いたしましたが、24年度は確かに1万4500人ということで、前年比で比べますと約1500人ぐらいの対象者の減少、約1割強でしょうか、ということで、このままいくと人口減少著しいのかなということで不安に思いましたけれども、25年度3年目の調査の時には1万5000人に回復しております。ちょっと正確な数字ではありませんけれども、そういう意味で震災直後福島ではどうなんだろうかという疑問がありましたけれども、先ほど事務局からもご説明ありましたが、帰京率や早産率、その他妊娠出産に関するあまり良くないというかですね、そういう不安を起こすような結果に関しては、この調査からこの調査をやったことで全国平均と比べて決して多くない、そして福島県の過去のデータと比べても決して増えてないということを示しすることができたかなというふうに思っています。そういうことで、ちょっとまずまとめ的なのかもしれないですが、この本地を見ていただきますと、基本調査ということで全県民というふうには申しましたが、実際にはまだ 26.4% ぐらいでありまして、回答率がいわゆる通常の調査と比べると大変低いということのご批判をいただいております。私たちとしてはこれが最も基本のところであるという考え方で、現在も書き方支援、さまざまな情報提供を行って何とか書いていただいているところですが、私自身も検診会場や仮設住宅でお話をさせていただくと、多くのというかですね、書いてない方々の反応は低いのはもう分かってるからいいよというのが一方であると、そんな昔のことは思い出せないという、ほぼその2つの大きな意見が、書いてくださらない理由であると。で、非常に私たちも説明がしにくいのは、現在知られ、多くの方々たちが理解している福島県内での外気爆線量、空間線量等を見ますと、特に会津地方を含めてですね、決して高くないと。で、その方々も含めて結果を書いてくださいというとですね、あなたたちはデータが欲しいんですかと、私たちはモルモットではないですと、おっしゃる通り であります。そういう点で私たちはあくまで任意、これは全て任意な調査ですので、法令に基づくものではないという大前提で実施はしておりますが、ただ
長きにわたる健康管理をやっていく上ではこの基本調査はやはりぜひ知っておいていただきたい、ことだというふうに考えて現在も実施しているところであります。でこの基本調査の結果や、右にありますような避難区域の方々を中心としました詳細調査の結果は、左にありますデータベースというところで一括してデータを管理し、現在まだ十分にですねそれを統合して、総合的に評価してその上で支援に結びつけるようなことまでは、正直ですねまだなかなかできてない、というところで若干遅れているところでありますけれども、現在の精力的にですねこのデータベースを構築しまして、まず第一義的には個人の支援に結びつけられたらなというふうに取り組んでいるところであります。またその上にあります健康県民健康管理ファイルに関してはこのような調査結果をファイルということで閉じ込めるような、閉じ込めとか入れて保存保管し管理すると、データも管理し、かつ放射線に関する知識や健康管理をしていく上での基本的な考え方等々に関しての情報が入ったファイルを県民の方々に配布し健康管理に役立てていただくというふうに現在しているところであります。でちょっと結果についてだけ先ほどご説明いただいたのにプラスして少しお話をさせていただこうかと思います。参考資料の3をご覧いただけますでしょうか。参考資料3の、健康審査は先ほどもうご紹介いただいたので、3ページ34ページにありますが、23年度のいわゆる血液検査等で見られる所見の悪化というのが24年度では若干改善傾向にあるというのが、まあ、ざっくりした結果の評価であります。で24年度についてまだ全部の集計が終わってないですけども、おおむねそのような傾向です。ただここでちょっと慎重に考えなくてはいけないのは受診率が下がっているんですね。でこれはよく言われているところですけれども、検診を受けるという方は相対的に健康の意識が高い、かつ健康状態も未受診の方よりいいということを考えますと、結果が改善しているのかより健康がいい人しか受けてないのかっていうあたりは慎重に検討しなくてはいけないのではないかなと、安易に改善をしていて問題ないということを判断してはいけないのかなというふうに思っております。次40ページ以降、心の健康度に関してであります。これはくどいようですけど、まあ、で避難区域の方たちのデータですけども48ページをご覧ください。一つ私たちが調査をやって驚き、現在も対応の重点でありますが、48ページの右の方にですね全般的な精神健康状態について問い12というのがあります。でこの全ちっちゃい字ですけど、全般的な精神健康状態括弧 K6 って書いてますが K6 とよく言われますけれども、これは質問紙6つの項目で心の健康度、つまり精神健康を評価するものですけれども、その次の段そこにですね13点以上が8717人、 14.6% というふうに書いてます。この 14.6% っていう方は通常であれば心の健康に関する支援を要する、またはさらに詳しい検査をした方がいいんではないかといういわゆる敷地カットオフポイントというふうに言われているところであります。でこの数字にどういう意味があるかといいますと、この 14.6% 岩手宮城でも被災地域における健康調査というのが環境省を中心に行われました。今でも継続されておりますが、同年同じこの23年度に岩手県と宮城県の調査地域で報告されているのは ほとんど一緒でして、私の記憶では岩手県で 6.9%、 宮城県で 7.1% であります。このことが表しているのは私の理解では、震災後ですね、避難を余儀なくされた方々、そして岩手宮城もですね家をなくされて避難をしているような方たちの調査なんですけれども、非常に福島の避難者のメンタルヘルスの課題は非常に大きく、そして重いということが伺われます。でおめくりいただきまして、これは震災直後なんですが、これが23、24年度の調査 の結果が、
とですね、24年度の結果は77ページをご覧いただけますでしょうか。77ページの左の上にですね、これは24年度翌年の調査ですけれども、13点以上は 11.7% というふうに、まあ、全体で言えばわずかですけれども、まあ、やや減少してきています。しかしながら、これでもまだ震災直後の岩手宮城よりも高いという数字であります。25年度についてはまだ確定値がちょっと出せておりませんけれども、まあ、減少はしてきていると。ただこれもですね、先ほど申し上げたように比較的、まあ、こういうこれはアンケート調査、いわゆる質問者アンケート調査ですけれども、回答してくれている方は相対的に、まあ、こういう調査に回答するだけの そこそこの元気さはあるっていうことも、バイアスにはなっているのかもしれないと思いますけれども、ただまあ全体としては少しずつですけれども落ち着いてきているのかなというところはありますが、しかしながら今後も引き続きケアをする必要があるのではないかというふうに思っております。最後ですが、妊産婦に関する調査結果、先ほどもご紹介いただきましたけれども、データで言うとですね、107ページをですね、先天奇形の割合っていうのがここに書いてありますけれども、ちょっと私も専門ではありませんので解釈等はちょっとできませんけれども、ここに示されているような県レベルでの先天奇形の割合等は、その後に全県で、今福島県では福島県産婦人科医会の協力をいただきまして病院ベースで調査をしておりますけれども、それを見ても決して増えてはいないということで、まあ、安心材料に結果的にはつながったのではなかろうかなというふうに思っています。しかしながらお戻りいただきまして、99ページですけれども、99ページの左の上にですね、問2の3、問2の4というのがございます。文章を見ますと、ここ最近1ヶ月間気分が沈んだり憂鬱な気持ちになったりすることはよくありますか、はいという項目、そしてその次の質問が、ここ最近1ヶ月間どうしても物事に対して興味が湧かない、あるいは心から楽しめない感じがよくありましたかという、この2項目は、妊娠に伴ううつ状態を評価する2項目でありまして、まあ、いわゆるマタニティブルーというのに該当する、ここにはいという回答があったような場合に、先ほどありましたが助産師保健師等 のこちらからいかがですかということで支援をしているという状況であります。ちょっと一部詳しく、一部あまり詳しくなくの説明になってしまいましたが、現在そんな形で調査をしております。で今主に私は現状等に関してのお話をさせていただきましたが、3年間の調査が一応終了しまして、現在4年目ということで取り組みをしているところですが、まあ今回今から私がお話しする、私自身が考えている、まあ、課題かなというふうに思っていることをちょっとだけ申し上げさせていただきますと、やはり、あくまで調査を行ってその結果に基づいて、基本的には電話から対象者の方に関わっていくという関わり方がやはりちょっと遠い感じがいたします。そういう意味で、個別的な対応、フェイストゥフェイスの支援っていうのをこの調査からですね、前に進めなければいけないのかなということを、まあ、一つは感じております。またこの調査は県民健康図書管理調査で、今県民健康調査ですが、国から、の基金で県が医大に、まあ、委託してということでやっておりますが、市町村との、まあ、共同というかですね、市町村との連携をどうやって進めるかというのは非常に大きな課題ではないかなというふうに思っております。私たち、医大と県で考えたからこれで調査を得ますということで、市町村にをへの説明とかですね、住民への説明を全く してないというわけでは決してありませんけれども、やはり市町村さん の考えている方向性や、市町村が
現実に取り組んでいることとの重複をなくすとかですね、お互いの住み分けまたは共同っていうのをしっかり やっぱりやる必要があるだろうということで、今年になってから特に市町村との個別 のご相談をしまして、今年これから実施します調査に関しては、心の健康と生活習慣等の調査に関しては分量 についても必要なものに削ぎ落としまして約半分にするということで、対象者の負担を軽減する、しかしながら大事な項目を残すということで、調査を市町村と一緒にやるというスタンスで情報共有を今までもやってまいりましたけれども、それをさらに進めていきたいなと。でこれは県がやる調査だとか医大がやる調査だということではなくって、県民を守るために一緒にやる調査っていうふうにもし持っていけたら、本当に私たちが目指している県民をの健康を、まあ、見守る、そして、まず支援していく、元気な福島を取り戻すということにつながるのではないかなというふうに思っております。調査の結果等に関しまして、また何かご質問等ございましたらお願いしたいと思いますが、とりあえずまず一通りの説明はこのぐらいでまずよろしいでしょうか。以上、このような機会を与えていただきましてどうもありがとうございます。本当にありがとうございました。私もやはり環境省の委員会で一度現地に伺ったことがございますけど、初期の時に本当に何もないところからここまで立ち上げてデータも集まってきたと、制度もできてきた、もう本当に大変なご苦労だったと思いますけども、ぜひこの機会で直接お話を伺うことがあるかと思いますので、皆様どうぞご質問いただきたいと。どうぞ鈴木先生。はい、心の健康と心のケアの方の調査について質問させていただきます。参考資料の3の65ページ見ますと、回答率、ここの中の表1ですね、回答率が随分低くなってきてて、平成23年は平均で、まあ、43.8%、44% です。これが平成24年度は31% に下がってきてる。でちょっと心配するのがですね、回答をしなかった人がなぜ回答しなかったのかっていうのを別個に調査していかないと、もう安心だからこの回答しなくてもいいという人がいると思うんですが、もっと落ち込んでしまって回答するだけの気力もないという人がここの中に 入ってるんじゃないかと危惧します。でそうするとこれからの心のケアの支援の仕方として今のようなアンケート調査をベースにした支援体制っていうもので見落としてしまう人がどのくらい出てしまうのかということについてちょっと懸念があります。それでお聞きしたいのはですね、その回答しなかった人たちに、まあ、ある程度ランダムでいいんですがインタビューをした場合、なぜ回答をしてこなかったかというふうな調査っていうのは別個にやられてるでしょうか。はい、ありがとうございます。私たちも一番危惧しているのは正先生おっしゃられたところでして、現在回答してできなかった方も含めて今仮設住宅等で面接を調査の協力をいただいて、まあ、回答してなかった方も当然その中に含まれるというふうに理解しておりますので、実際に回答した方そしてその結果と、まあ、回答してない方の健康状態っていうのを評価比較するっていうのは、今後というか現在やっているところですので、来年今年度中になんとかそこら辺の結果を出したいなと。ただまあそうは言ってもその結果が出るまで何もしないというわけではありませんので、市町村との情報の共有を、その個人情報の問題も大変非常にありますので、私たちが把握している養子縁と思われる方っていうのは市町村で把握されているのかで、市町村ではもうすでに把握しているものが実際の回答はやっぱりないのかっていうあたりは市町村との相談という中ではいろいろ情報交換はしているところです。
他にございませんか。あ、どうぞ。先ほどこの調査は全県民に対してやっておられるので、であの会津地区のように占領率低いところは回答が低いと言われたような気がするんですが、この地域によってこの回答率にそれどれぐらいの違いがあるかというデータが教えて。はい、ありがとうございます。参考資料の2をご覧いただけますでしょうか。参考資料の2はつい先週公表したものですが、その9ページ目に、その回答の率の状況が出ております。9ページ目、上の方に県北、福島市、二本松市というのがあって、次県中、県南、会津、南会津、曹操って書いてあるんですけれども、この南会津、会津というのは、原発の一番立地の浜通りっていうところが一番遠いところなんですけども、見ていただきますと、どこの市町村とは言いませんが、回答率は 21%、 10何%、 20%、 10何%ということで低くなっております。一方、この下のですね、曹操地域という、これ浜通りなんですが、原発の、周辺地域が多いですけど、これ見ていただくと 34%、 40数%、 50%、回答率が一番高いのは浪江町で 60% を超えているということで、多分ですね、やはり関心の高さと、占領が相対的に高いということがすでにいろいろ情報出ておりますので、そのことがこの結果に多分反映しているのかなというふうに判断しています。どうもありがとうございます。他にもう一つぐらいございますでしょうか。ですけど、随分もう具体的に関与しておられる方も委員の中にたくさんおられますけれども、もしあれでしたらまた後での繰り返していろいろとご質問させていただきますけれども、とりあえずここでの委員いたしまして、で次は星先生また委員長という立場で、座長という立場で、非常に問題をお持ちであると思いますが、ご自由にお話しいただける。はい、この県民健康調査検討委員会の一応座長ということで、ここのところいろいろさせていただいております星と申します。本日今事務局からの説明、そして安村先生からの詳細の報告がありましたので、調査の内容その他については私からは申し上げるつもりはございません。私どもこの県民健康調査はどんなふうにするのかということについて当初から、かなり苦心をして、特に安村先生などもあるいは医大の先生方あるいは県もそうですけれども苦心をしてやってきたという経緯がありまして、その検討委員会の当初から私はその議論に参加をさせていただきました。で、現時点で今どうやらと言いますか、本当であればですね、この基本調査というのがもっと高い回答率が得られるということを、想定というよりは望んでおりましたし、詳細調査につきましてもさまざまな観点から行われている調査の結果や それに対する受信率の問題もそうですけれども、もっとなんて言いますかね、皆さんに活用していただけるようにと苦心した割には、総体としては想像よりは低い回答率であったり提出率であったりっていうのが私が今現時点で感じているところでありまして、私にも責任があるのかなと反省をしているところですが、その一方で甲状腺の検査だけが何やら非常に注目を浴びて、それは言ってしまえばその通りでありまして、如実にがんが見つかるという調査ですから、その調査の結果に注目が集まるのはやむを得ないと言いながらも、そちらにかなり重きが置かれてしまっている、あるいは県民の、もそうでしょうし当事者さまざまな意味で注目が集まってしまっているということについて、もう少し相対的に全体的な健康の維持増進といいますか管理をしたいという思いで始めた、調査ながら、そういうことが十分に浸透していないと、これはやはり大きな問題だろうと思っておりますし、受診率その他提出率などを上げていく、あるいは
考え方を変えていく転機なのかもしれないなと、そのようにも感じています。というようなことがございまして、参考資料の2のところのですね、一番最後のページを開いていただきますと、3日前の日曜日ですけれども、私が副座長の先生と相談をさせていただきまして、甲状腺管に、これはたまたま甲状腺検査というのが書いてありますが、本当は全体の中間まとめということをしたいと思っておりますが、まずは甲状腺検査の1巡目の先行調査が終わったということで、論点を出させていただきました。まあ、これについてあまり詳細な議論が当日できませんでしたけれども、これを見ていただきますと、まあ、ちょっと言葉があれですけど、私の苦悩というか、我々が今この甲状腺に関して直面している苦悩というようなものがお分かりいただけるのではないかというふうに思っています。最初のところは今お話をしたもののようなことであります。調査の方法、受診率、あるいは今回の検査結果の評価のこと、そして今後どのような体制に臨むべきなのか、このまま続けていっていいのかどうか、あるいは最近ちょっと話題になっていますいわゆる過剰診断についても少し論点がすれ違っているようなところがございますので、この辺も整理する必要があるだろうなと思います。でその最後の下から3つ目の丸でありますが、今話題になっております受診者の中には不安が生じる人がいる一方で、受診の必要性に対する意識が低下する人がいるかもしれないと、今後の検査を確実に実施するために受診者の意識調査などをするなど対応が必要だろうかというようなことを論点と挙げさせていただきますし、甲状腺の場合はその次の問題があります。今は学校単位で、見つけて捉えている検診のありようが、今後時間が経つにつれ、学校で捉えることが捉えるといいますか、集団としてアプローチすることが非常に難しくなっていったときにどうするのかというのは今後大きな問題だろうというふうに思っています。結果の中身についてその影響があったかないとかって話は今日ここで皆さんの前にする必要はないと思いますので、差し控えさせていただきまして、そのような観点から今私が考えていることを1つ2つ3つ4つぐらいお話をさせていただきます。1つは今子どもの甲状腺の検診は2次検診までがこの県民健康調査の対象ということになっておりまして、2次検査が終わりますと一般の保険診療ということになりまして、まあ半数を超える方が、まあ、手術をされているということを疑いの患者さんですね。で、まあ、それで確定診断がついているということですけれども、実際には18歳を超えて、しまっていると言います。当時18歳で今21歳という人もいるわけですね。で今後やはり年齢分布などを見ておりますと、当然そういう年齢層の方からそれなりの数が見つかってくる可能性があると思います。でまあ、それがその放射線の影響かどうかということはちょっと置きまして、やっぱり今福島県内は、小児18歳未満の医療費が県の財政措置ですかねで、無料化されています。で一方では、このがん検診、まあ、甲状腺の検診でもってがんが見つかって通常診療に移るということ方々がこれから18歳をどんどん超えてくるという時に、あれですけれども、受診、この費用の問題を含めてですね、どう考えるのかということが一つ大きな問題だと思います。もう一つは先ほど申し上げたとおり、18歳を超えて、例えば就職をする、進学をするといって、お家を離れてしまった、県を離れてしまった人たちへのアプローチをどうするのかというようなことを含めて、今後、どんどん年齢が高くなっていく、そして広範な地域に広がっていく対象者についてどうするのかということは、医療費の側面も加えてですね、考えておくべき必要があるのではないかなと思っています。それから受診率の問題です。これはむしろ、一般のがん検診について、今日は先ほどさらっとご説明がありましたが、がん検診の受診率は一部のものを除いて23年度以降福島県の場合は低下傾向にあります。これはさまざまな理由があると思うんですが、一つはまあ避難をされている方が自らの市町村の行うがん検診へのアプローチ機会を減らしている可能性があると思います。今までですと集団検診でコミュニティ単位でですね、さあ行くぞと言って参加していたがん検診に参加できなくなって、まあ、医療機関方式ですね、施設検診に行きながら実はなかなか自分で予約をしていくというようなことにつながってない可能性があるのかなというふうに思っています。いずれにしてもがん検診の受診率が下がっているということは、私どもとしては
やっぱり避けなきゃいけない、特に福島県に限らない問題ですけれども、特に福島県で今居住地と生活の住民票のあるところと生活の拠点が異なっているような方々について言えば、医療だけではなくて検診へのアプローチが容易になるような仕組みを考えるべきではないかというふうに前々から思っておりますが、なかなか医療市町村事業ということになってますので、特に住民検診はですね、住民のがん検診は市町村事業ということになってますので、市町村区域をまたがってやる場合の非常ないろんな問題がですね、まだ解決できていないというのは一つ大きな問題だと思います。病院がですね、医療の相対的な需要の増加がある病院、あるいは診療施設があって、検診などに個別検診に対応しきれていないというような環境がどうやらあるようでありまして、電話をしてもですね、あなたの順番はいついつですよって言って随分遅くなことを言われるので、そんなの受けるのはやめちゃおうかなってなこともどうやらあるようでありますので、とにかくいずれにしてもこの受診率が下がっている要因をしっかりと把握して受けやすい体制を作っていくというのは、まだまだ避難をしている方が多い中で大きな課題だろうというふうに思っています。それから、県内で、これ28万人、30数万人を対象にして、また甲状腺の話に戻りますが、甲状腺の診療体制、検査体制その他については長らく医大を中心に日本中の甲状腺の専門家から、協力支援を受けて、やってまいりまして、第一審議が終わりました。で、私は当初から長期にわたってこの検診を県で実施するためには、県内でやはり県内のお医者さんたちがこれに参加、あるいは検査技師さんたちが参加すべきだというようなことを申し上げて、当初は誰の協力、誰のっていうのは、この場合は環境省のって言っていいのかもしれませんが、協力を得られない中で県医師会と県立医大と我々の努力で県内のお医者さんたちに講習会を受けてもらったり、ハンズオンセミナーと称して甲状腺の診断ができるような努力、勉強していただいて、試験もやってというようなことをやってまいりました。最近環境省からもご支援を得られるようになりましたけれども、やはりそういう長期にわたって実施していく場合に、単純に金があればいいとかですね、何か施設があればいいとか機器があればいいではなくて、やっぱりその実施にあたる人をどうするのかって話です。でこれは長期にわたってやるとすれば、最初はいろんな国の県の方から、あるいは県外の方から協力が得られますが、やっぱり最終的には我が県の中で実施しなければいけないというのは当然のことであります。でそのことについて、やはり私たち自身ももちろん努力をしてまいりますが、何らかの形で今後も支援が受けられたらいいと思っておりますし、これまで多くの協力をいただきました多くの先生方にも今後とも協力をお願いしたいのと感謝を申し上げたいというふうに思っています。それから、精神科医療の話がありました。実は精神科医療というのは福島県において、実は浜通り地方と言われている被災地に、特に原発に近いところに、簡単に言えば気候が良いところだったんですが、そこに比較的集中している傾向がございました。これらの病院が多く使えなくなったというようなこともあり、県内にさまざまな形で、患者さんが分布するということになっていますが、一方で、精神科のお医者さんたちが非常に減っているという事実もありますし、実際には、先ほど の質問者の話でも出ていましたが、軽度のうつの方というのはどんどん増えていると。しかしそれに対するアプローチが十分ではないということが言えるんだろうと思います。22年度までですかね、医師会が、多分日本医師会が提唱したんだと思いますけれども、かかりつけ医に、うつ病の初期診療をきちんとしてもらって、しっかりとした専門診療に つなげる努力をしましょうという、そういう事業があったんですが、実は震災後まだ再開しておりません。でこれは我が県だけの問題かもしれませんけれども、やはりその身近な先生たちが軽度うつをきちんと判断をして、より専門的な治療が必要な患者さんを専門医療機関につなぐという形でなければ、少ない専門医しかいないといいますか、精神科の専門医療というの資源が限られてますから、その限られた資源で、先ほど言っていたように他の県と比べると何倍もの不安を抱えているという人たちが、局地的なともいるという状況からすればですね、これに対する対応というのも私たちは考えなければいけないなだろうと思っています。
以上、つらつらと申し上げましたけれども、先ほどの質問にもございました、心の健康調査の返答率や妊産婦の返答率、回答率も下がってきています。これが先ほど安村先生がお答えになったように、もう大丈夫だからということなのか、あるいは、答える元気もないからということなのか、あるいは他に理由があってですね、回答しないのか、いずれにしても私たちはその声を上げていない声に、これからもう少し丁寧に耳を傾けなければいけないなというふうに感じておりまして、今後、長く続くこの検査体制、調査体制が単なる調査や検査の、積み重ねではなくてですね、県民の理解や健康に対する意識の向上や、あるいはもっと言えば先ほど言ったがん検診率の受診率が上がって、がん死の数が減るとかですね、そういうことにつながればいいというふうに思っています。残念ながら我が県がん登録更新県でありまして、やっと医大と我々医療機関で力を尽くして、この問題取り組もうということになったところです。非常に残念です。震災前からしっかりとしたがん統計があればですね、がん登録があればもう少しいろんなことが言えたのかなと思うこともないことではないですが、でも今後そこを体制をもっともっとしっかりと作っていくということも大事なことだろうというふうに考えておりまして、そういうことを考えると本当にため息が出ちゃってですね、何から手をつければいいのかなというふうに思いますが、いずれにしても医大の先生方、そして地域の医師たち、あるいは検査に携わる多くの人たちが自分たちの役割を認識して一生懸命やってくれているということだけは皆さんには理解をしていただきたいなと思って、今日はいろいろと問題はお話ししましたが、皆さん方の協力や理解を得てさらに努力をしてまいりたいと思います。以上です。ありがとうございます。どうも、ご先生ありがとうございました。本当に3年間いろいろとご苦労なさった結果のご意見が随分たくさん伺えたと思うんですが、どうぞ時間はあまりございませんが、どんどんご質問いただきたいと思います。どうぞ。ご質問大変ご苦労様です。参考資料の2の63ページに座長をマスワンという形でまとめられていますが、その中の63ページの真ん中の、いわゆる過剰診断についてという項目がありますが、その2つ目の丸に、今後この検査を続ければ一定数のがんがさらに見つかると考えられるが、これより二次被害を避けるためにはどのような方法を講じるべきかというのを書いてありますが、ここでいうところ二次被害というのはどういう意味で、何でしょうか。これちょっと筆が滑ったところがあるのかもしれませんけれども、がんが見つかって、手術をされる、あるいは手術をしないという選択もあると思います。で、しっかりとした治療のラインに乗ってくればそんな大きな問題は起きないのかもしれませんが、それにしても、手術をするということによる、避けられないことというのが起きるかもしれませんし、あるいはしなくていい手術をしなくていいというのは、この場合は医学的にというよりは、間違った形で診断をされて手術をされてしまうというようなことも含めてですね、検診をすればするほど見つかるがんが増えると、で増えたがんを対応するのも一定の基準の考え方や一定の診療基準でやられるばかりとは限りません。そうなると何らかの問題が起きてくる可能性もあるのかなというふうに感じておりますし、中にはですね、これは僕はここにあまり意図してませんけれども、大きなこういう検査をやったために本当なら見つからなくていいがんが見つかったんだ、それを本当なら切らなくていいとか言いながら切られたんだというようなことにも、取られかねないという意味で、医学的ですから、先ほど言ったいわゆるというのはそこも難しいところで、医学的な評価っていう話と、その疫学的と言っていいのかどうかわかりませんが、見つかっちゃったがんどうするのっていうようなことについてのギャップがですね、生じるのではないかというような、そういう問題意識であります。
ありがとうございました。はい、先生、佐々木です。精神科医療というあるいは心のケアが今大変大事な局面にあるんだと思いますけれども、の3つ質問があるんですけども、安村先生も含めて、まあ、1つはその精神科医療といいますか精神科医にかかること自体、他の病気とは違って、まあ、避けるとか嫌うとかいう傾向は、まあね、どこでもあると思いますが、一般的に言うと都会では 大都会ではだいぶそういう精神科を受診することへの偏見が少なくなっていると思うんですけれども、福島県ではそういった点が、まあ、他と比べるとなかなか難しいと思います。一般論としてその精神科に、を受診するということ自体に対してそれを、まあ、嫌うとかあるいは、隠したいというそういう傾向というのはかなり強くあるのかどうかということが一つ。それから、今相談員制度がスタートするというか、それに対する、まあ、期待あるいはその今のようなこととも関連してそういう相談がより精神科そのものよりはうまくいくのかどうか、その辺のところと、それからもう一つ、先ほど経絡のその率が示しになりましたけれども、それは私ちょっとよく知らないんですけれども、何もない災害のないところでの経絡のその頻度っていうのはかなりもっと低いものなのでしょうか。ちょっとその3点を教えていただきます。まず1点目のその精神科受診を、まあ、避けるまたはそういう通院していることを知られたくないっていうのは、まあまあ、都会と比べてという比べては分からないですけれども、やはりあると思いますし、もしかしたら強いのかもしれないと思います。ただ今調査を通じて市町村と情報共有をしながらですね、やはり必要な方にそういう説明をご本人やご家族っていう時に強い拒否やですね、どうしても嫌だから困っているっていうような困難ケースっていうようなことは逆にあまり聞かないので、そういう意味では受診がそのために遅れたりですね、対応が十分ということはそんなにはないのかなというふうに、これは印象です。で、2点目の相談員制度は先生、医師会のあるそこはちょっと相談員というのは先生おっしゃる、相談員支援センターがスタートして、まあ、相談員が制度が動き出すというふうに私は理解しているんですけど、それに対して先生方どのように、まあ、期待あるいは評価しておられるかという、すみません、心のケアセンターのことかと思うんですけれども、各福島でホーブっていうんですけれども、6ホーブかな、それぞれの、まあ、県域ごとにセンターが設置されまして、心のケアが必要な方に対してやはり市町村では専門スタッフを配置することはなかなか難しいということで、そのセンターが中心になってもともと独自に市町村と情報共有して必要な方への支援を行っています。で、医大というかセンターもご本人に連絡をした時にですね、市町村に情報を共有していいかとか、心のケアセンターの専門の方に相談した方がいいんではないかという場合にご本人の了解をいただいて心のケアセンターの専門スタッフが相談に乗るとかですね、面接をするということで、その地域地域で対応していただくという意味では、医大と心のケアセンターと市町村というのが一緒になって勉強会するとかですね、情報共有しているということで大変ありがたいというかですね、これに関しては多分国がそういう制度を作ってくれたんだと思うんですけども、ぜひもっと拡充していただけるとですね、よりきめ細かな対応ができるのかなというふうに思っています。で、3点目の K6 に関しては、何もないところですとちょっと正確じゃないですけど 2-3% だったかなと思います。もちろん全くないわけじゃなくて、もともといるという、そういう意味では大体そのくらいな割合はいらっしゃると思います。
がん検診についてちょっとお伺いしたいんですけども、先ほど星先生の方からがん検診の受診率が思わしくないということでしたけれども、その今避難されている方が市町村から提供されるがん検診を受けにくい状況というのは、まあ、がん検診だけじゃなくて特定検診の方もそうだと思うんですけども、そのがん検診特有 の, その、受けにくい状況などがあるのかどうかはどうですか。特定検診も下がっています。受診率はですので検診一般が受けにくくなっているというのは事実だと思います。で、がん検診の場合、集団検診である場合と施設検診である場合とかありますし、一つの施設で全て済まないこともありますので、より受けにくいということがあるんだろうと思います。がん検診でもちろん市町村が行うがん検診もありますけども、あと職域で行われている一定数の検診があって、まあ、それはなかなか他の県でも実態を把握されにくいところだと思うんですけども、まあ、福島においてそこをあえてその実態を把握するというか、そのデータをですね系統的にこう収集するような仕組みというのは考えられないですか。県民健康調査をや実施している立場で言えば、先ほどもポンチでありますように健康管理をやっていく上でのデータベースにそのような結果も、まあ突合させて経年的に評価していく、そして健康管理に役立てていくっていう意味で言えば、そのデータがいらないというふうに思いませんけれども、ちょっと今までそういう視点をちょっと正直持っておりませんでしたので、特に職域に関しては、まあ、特にがん検診もそうですけれども、県民健康調査の枠とはちょっと違うもんですから、なかなかそこまで私たちが十分対応できてなかったというところだと思います。鈴木先生、先ほど地域がん登録の話ちょっと出たと思うんですが、地域がん登録っていろんな水準の登録が現実でありまして、祖父江先生の方が詳しいと思いますが、例えば五大陸のがん罹患統計に採用されるような比較的いいレベルを目指してこれから考えていくのか、それとも全国平均をクリアすればいいと考えてデザインしていくのかで随分結果は違ってくると思うんですね。でちょっとその辺の決意を聞かせてください。ご存知かと思いますけど、がん登録に関しては法制化されましたけれども、その前の段階で、私たちは震災前にはがん登録の制度を導入しましてスタートさせましたが、国立がん研究センター等のご指導いただきながらですね、精度高くということで今実施しておりまして、制度で言いますと現時点ではまだその平均になんとか近づくところですけども、むしろ福島ではやはりこの震災のこともありますし、放射線の健康影響ということを考えますと、まあ、目指すという意味で言えば最も精度の高いところを目指すということで今進めているところで、祖父江先生はじめ関係している人たちにいろいろご支援ご協力いただいているところです。どう。福島県は震災の直前といいますか2008年からデータの収集開始して、ですから震災前のその罹患率というのがかろうじて測定できるという状況に あろうかと思ったというか、まあですけども、開始当初の登録制度ってやっぱりあまりよろしくはないと。でそこをまあ特別に出張再録等ですね、制度を明けてという努力をかなりされつつあるんだと思います。でまあなんとか2008年2011年のあたりのですね、その、震災前の罹患データを整備をし、でまあ、震災後の方はですね、もうかなりご努力されていてですね、新たに始めたがん登録としては非常に急速に精度が良くなっているんだと思います。で宮村先生おっしゃられたように、今後、まあ、全国がん登録という形でですね、病院から登録をするのが義務化になりますので、当然登録制度は良くなりますし、
まあ、全国との比較も十分可能になるということで、まあ、がん登録に関しては法制化に伴ってかなり高い精度が維持できて、そのあたりのデータに関しては福島のみならず全国的に良くなるだろうということだと思いますけど、今ご説明いただきましたけれども、震災前の2011年より前のデータをしっかり持ってないとその後の変化っていうのはやはり評価できないということで、今ご説明ありましたけど出張採録ということで県内の病院医師会のご協力もいただいて、私どもから職員が病院に出向いて実際のデータカルテをこうめくってデータを収集するという形を現在もやっております。ただカルテの保管期間とかですね、あと震災に伴って病院が閉鎖するとかですね、さまざまないろいろと困難があってですね、まあ、今依頼とした全力でそこのところの情報収集が今当たっているところです。以上です。どうもありがとうございます。はい、どうぞ。今日は大変福島でのご苦労のお話をですねお聞きしたんですけども、基本的な確認事項としてですね、第7回の時あたりの話にありました検診だとかですね、まあ、検診ってがんの検診も含めてですね、私の立場としてはこの人数的にも増やす、それからまあもっとそのいろんな問題点もですね、この検診の問題点もっと解決して県民に広く やっていただくっていうのは私の健康支援、私たちが考える健康支援だっていうふうに思ってるんですけれども、一応確認ですけれども、検診のですねこの状況っていうのをもっと発展させるっていう方向でですね、私たちここでどんどん議論をするってことでよろしいですよね。増やす検診の、受ける受診率を増やすとかですね、そういったことについてそれはよろしいですね。そういう方向で確認して、それでもってちょっといろいろとですねいろんな話をしたいっていうふうに思ってるんですけども、これは第7回でですね検診についてはいろいろとですね、まあ利益不利益の問題だとかですね、それから、その受けるとですね余計心配をさせるとかっていうご議論もありましたので、一応確認していただきたいんですけど、申し訳ない、ただその具合でここで今星先生に伺うかと最後にその1時間近く一般の議論をしますけれども、よろしくお願いしますか。それではここでまた後で議論にぜひ加わっていただきたいんですが、まあ、甲状腺の検診で、まあ、この資料参考資料2を見るとですね5ミリ以下の方が1600人ほど出ておると思いますが、これは経過観察という対応になっているかと思いますけれども、まあ、そういう診断を受けた人たちがやはり将来自分ががんになるんじゃないかと思って非常にこう不安を感じているんではないかと、子どもも含め親も含めですね、その辺は何かこう心のサポートみたいな、ことっていうのは何か今されていらっしゃるんですか。まずは、県民皆さんが、まあ、対象ですので検診を受けられた結果に関しての説明解説っていうのは当然パンフレットというか資料を、まあ、添付してこの状態だとこうですというようなですね解説をつけたものは当然現在でも配っておりますし、あと学校単位での保護者等への説明会の開催、これはもちろんPTA や学校の方でやってくれって言われた時にはこちらから出向いて丁寧な説明をするというようなことも行っています。またもちろん個別に心配なっていう場合にはコールセンターでの対応ということでまず電話をいただければ私たちが対応するということでしておりますし、会場でもスタッフがもちろんおりまして必要に応じて大変もし心配不安が強いという場合には必要な相談等はより専門家、そこに必ずそういうスタッフを配置できるわけではありませんので、その場でなくではありませんけれどもメンタルに対応できるような支援チームも今作っております。そういう形で対応しています。つまり個別にも対応をしますし全体にも対応するというやり方です。はい、ありがとうございました。まあ、これから検診を進めて受診率が上がるとこういう
ケースが非常に増えてくるかと思いますので、そういう体制も今後強化していかないと研修を重視させるのであればですね、かなと思います。ありがとうございます。斉先生、じゃあ西見先生。清水と申しますけど、県民健康調査委員会にも行って、いつも行って会議に参加させていただいておりますけれども、2つちょっとお聞きしたいことがありまして、1つは確認といいますか、受診率が非常に下がっているということで、これはさらにですね、これから年月が経っていくとどんどん下がっていく、ごめんなさい、甲状腺です。で、当初私1回質問したことがあるんですけども、新聞にも一度出てたことがある健康調査手帳みたいなんですね。つまり県外に出た人をどうやってフォローしていくか、でこれからそういう人たちの、なんて言いますか、足取りって言いますかですね、そういうのをしっかりと掴んでおかないと、なかなか今後そういう人たち の受診を促すことはなかなか難しいんじゃないかと思うんですね。それでそういう人たちに対してはこう、なんて言いますか、自分たちにその本人の自覚に受診を任せるのかどうか、あるいはこちらから何か何か形で連絡して受診を促すのか、その辺のところをどういうふうにこれからやっていくのかというのが一つですね。もう一つは資料2の参考資料2の、29ページをちょっとご覧になっていただきたいんですけれども、受診者数に対して県外の検査の実施期間数っていうのはですね、例えば新潟県は609人受診してて、検査数の1施設でやるとか、だから驚くことに沖縄県の方には随分受診者がいらっしゃるのに、実施期間数が1施設、それから宮城県は1501人の2施設と、検査する方が非常に大変なところではないかと思いますね。それで多分これは甲状腺学会あるいは甲状腺外科学会の認定施設が、あるいは専門医がいるところだけが指定されていると思うんですけど、なかなかこれだけだと対応が難しいと思うんで、何かの形でですね、もう少し、受け入れ施設を増やさないかどうかっていう、この2つ。甲状腺の受診率の低下に対しては私たちも大変危惧してまして、まず一つ、まず県内での取り組みをまず申し上げますと、未受診の方に対して現在案内を送付するして、未受診者のための受診っていうのを別途開催することにいたしました。そういう意味ではちょっと日時等はなぜ受けにくいかっていう時に、平日はやはり受けにくいっていうようなご意見もあったということですので、現在土日とかですね、まだちょっと夜間はちょっと考えてないんですけれども、土日の受診は今までは基本的に受診というかなかったんですけれども、そういう意味で、受診しやすさ機会を少し増やして受診しやすいことを進めたいというのは、とりあえず県内での対応の一つです。そういう意味では受けてない方への案内も出し、受診勧奨をさせていただくというふうに考えます。なお県外に関しては、今先生がご存知のようにですね、施設認定というよりも資格を持っている先生の施設で受託いただくと、で、甲状腺の超音波機器に関してもちょっと詳細私説明、先生の方が専門だと思うんですが、一定以上の水準の、互換性のあるしっかりとしたデータが取れできるというところっていうことでいうと、この数になってしまったということで、先ほど大石先生からもありましたけれども、もっとやれる人たちの養成っていうのはちょっと、医大だけの取り組みではなかなか難しいということで、各種関連学会の協力とかですねいただきながら、この受診できる機関の実施機関の増加っていうのは今後ますますですね、先生おっしゃられるように18歳を超えて県外に就職する方多くなりますので、
それを増やしたいということと、もう一点は県外に行った場合の住所確認をどうしていくかということは大変大きな課題でして、5年に1回だともう本当は分からなくなってしまうということで、これはまた国との今後相談調整なのかも分かりませんけれども、住基等の活用ということで、ちょっとそこも私専門でないんで詳しく言えないんですが、しっかりとそのフォローしていくというかですね、追跡できるような方式を考える必要があるなということで、それは今内部でも検討しているところです。石川先生、さっきお話ちょっと後に言っていましたけれども、せっかくホットな議論がありますので、ここでどうぞ先ほどご質問続けていただいて結構だと思います。先ほど言いましたようにですね、検診はもっと広げるべきだというふうに思っているわけなんですけども、そういう方向で行くんだったらですね、例えばどうやって福島の方たちの今おやりになっている苦労されている人たちの、やり方の支援ですね、するのかということについて議論をどんどんするべきだというふうに思っているんですけれども、そういう方向でいいですかという確認をしたわけですけど、それでよろしい。がん検診にしてもこの一般検診のですね、内容だとかそういったことについてもということなんですけど、それでよろしいですね。そうです、そういう方向で一応この今日の発表の先生方にご質問もいろいろとしたいと思って、それでよろしいですね。じゃあ支援を、健康支援というのがこういう健康調査とかそういったものを広げる、もっと充実する、そういう方向での議論ということでよろしいですね。はい、はい、じゃあそれで検診を広げるという意味におそらく2つあってですね、その受診率を向上させるという意味であるのか、それともその検診の項目を増やしていくのかというところでかなり違うと思うんです。でおそらく受診率を向上させるというところはあまり反対する人いないと思うんですけれども、検診の項目を増やすということに関してはその利益不利益バランスとかいうこともありますので、一概に増やす方がいいという判断ではないと思います。いや、そうではなくて、その要するに項目の問題もちろんありますけれども、それから受診率の問題もありますけれども、健康支援福島の、今日は福島県民について言ってますけれども、福島県民の健康支援というのはこういった検診だとかそういったことをやるということが今話されているわけですね。そこをですから、私としては充実させるという方向で議論するべきだというふうに思っているんですけども、そういう方向でよろしいか。で、その時にですね、例えば今先生おっしゃったような利益不利益っていう、この間も先生はそういうご発表してましたけれども、がんのやつですね、あれは全く私が言いましたようにですね、ちょっと視点が違うことで言ってるんだと僕は思ってるんです。それから鈴木先生だと思いましたけれども、検診をやることによって余計な心配をされるというふうなご発言があったから僕は再度確認をしてるわけです、このことについてですね。それでもってもっとですね、検診をこの県民健康調査を進める方向でのですね、議論が僕は大事だというふうに考えています。ですからそこの方向に持っていくっていいのかどうかということをお聞きしたということでございます。確認です。座長は別に方向を決めてるというわけではありませんので、本当にこの委員の間で議論していただいて方向が見えてくればそれがいいことではないかと思いますので、もし先生が今検診の項目を増やした方がということであれば、もちろんそれを主張していただいて他の委員の方から、いやそれは必ずしもメリットではないというお話があって、そういう議論の上でこの委員会の結論が決まっていくんだと思いますが、ですからどうぞ先生のお立場としての発言はどうぞなさってください。そうですか、分かりました。じゃあ検診のですね、この4つの柱っていうふうに安村先生おっしゃいましたけど、これすごくいいと思うんですね。で、私は既存の検診項目を、できるだけ利用してそれにプラスしてっていうことも私たちも述べ立っておりますので、そういう方向でいいと思います。例えばこの資料の1の5ページ目、のですね、この児童生徒学生等に対する検診のところから始まってくるんですけれども、右と左で避難区域等の以外の県民と避難区域等の県民というふうに分かれて、ずっとそれが成人のところにもつながっていきます。
私はこの県民健康調査のですね、健康審査、例えば労働者のところ7ページ目でした、6ページ目にありますけれども、ここで尿タンパク、尿糖、これはいわゆる特定健診の項目等に入っているわけですけど、ここに、まあ、尿鮮血を加えるとかですね、ここは血栓をやるとかぐらいのですね、追加は僕はするべきだと思います。それは次の7ページ目においてもそうですし、できる であればですね、一般の例えば他の県でやっている、まあ、例えば乳幼児に対する検診のところで、尿検査っていうのもやったりしておりますので、そういうものも乳幼児のところにも加えるとか、項目のところではですね、いくつかあると思います。尿検査ですね、尿検査は、まあ、普通は、他の県ではやってると思うんですけれども、鮮血とタンパクですね、尿鮮血とタンパクですね、まあ、そういう項目はあると思います。これをやって、もっと充実するべきだというふうに考えております。それからがん検診のところについてはですね、私は、まあ、例えばどんなところでもですね、子宮頸がんは2年に1回とかっていうふうにしてますけれども、特に私はそのこれはやり方によってはですね、例えば IA を順にやられてる市町村だとか、そういったところもありますし、年齢でですね、何歳のところで干渉してる市町村もありますけれども、いずれにしても福島の方たちについてはですね、子宮頸がん検診は、まあ、1回やったら次は2年後っていう、まあ、とにかくスタートの時点はですね、どこでもというふうな形でどんどんやるとかっていうふうに、まあ、これをちょっと質問も含めてなんですけどもね、これ一般の検診、がん検診の、まあ、受診間隔のやり方なんですけれども、そうじゃなくてもっとアクセスを、まあ、上げるような形でのですね、提案ができないかなというふうに思っております。まあ、本当はこれもっと細かいところの議論を、私なんかも実際にまだ自治体で、こういうがん検診だとかそういうのをやっておりますので、やって なんとかですね、このがん検診の受診率を上げていっていただきたいというふうに考えております。どうぞ、どなたでも。まあ、無症状の、まあ、病気でないといいますか、症状を呈していない方々に検査を行うというのに、まあ、検診という言葉を使いますけども、まあ、それ2通りあってですね、まあ、血圧を測るですとか高脂血症を見つけるとかいったリスク、病気そのものではなくてリスク要因を見つけるための検査と、病気そのものを見つける検査で、まあ、前者がその循環器検診といいますか特定検診の多くの項目であるし、後者は、まあ、がん検診で病気そのものを見つけるという意味でやる。で、まあ、後者の場合、その病気そのものを見つけるということの行為がですね、時として、まあ、不利益をもたらすという側面が多くて、ですから、まあ、特定健診等の健診、まあ、字もちょっと違うんですね。健康の健を使うのが健診であり、検査の健を使うのが、まあ、後者の健診というふうに、まあ、使い分けますけれども、利益不利益バランスを特に検討すべきというのはやっぱりがん検診の方であって、循環器検診、特定検診の方は、まあ、その利益不利益バランスを厳密に考えるという必要性は まだ少ないだと思います。で、そういった時に、まあまあ、福島のこの、県民健康管理の方で、まあ、福島だからということで取り入れている検診の項目についてどう考えるかということなんですけども、通常のリスクを持った、まあ、日本全国の方々に進めている、まあ、特定検診、それからがん検診といったものは、これはもう推し進めていく、受診率は高めていくという方向に、力を注ぐべきだと思います。で、一方でその特に福島の方でやられているその追加的に行われている検診項目については、必ずしもその利益不利益バランスが検討されているわけではない、特にまあがん検診に関してはそういう点が言えるということなので、まあ、今後、まあ、始めたものに関して経過を見るということは ある程度は必要だと思うんですけれども、ある段階でやはりその本人の意思で決めていくと、個々の方々が、
けるという意思があるものについてはその機会を提供するけれども、その積極的に受けましょうということは言わないという方向に私は行った方がいいのではないかと思います。特にそうですね、だから、がん検診の中で甲状腺がん検診、それから血液検査で、血球等を測るといった行為も繰り返し行うことがどういうことをもたらすかということも、十分に考えた上で、やっぱり任意に行うという方向に持っていった方が私はいいように思います。私も2位でいいと思うんですけれども、私の言ってるのはですね、がん検診ってやはり不安を持って おやりになることが多いわけですね。特に福島の方たちは不安があって、がん検診っていうのを受けたいということであれば、アクセスできる門戸を広げて、やるべきだと思います。もちろん科学的な、あるいは今までの医学的なエビデンスだとかそういったものを含めてですね、何回もやる方、これはちょっとそういう方も中には出てきちゃうかもしれませんけれども、そういう方には適切な説明をしてですね、やるということは必要だと思います。私はその福島の方たちにですね、行うがん検診でご本人たちがどうしても不安でやりたいということであれば、どんどんやっていただくということは必要だと思います。そのところでですね、利益不利益の話っていうのは他ないと思うんです。不利益っていうのは一体誰の不利益なのか、そのバランスというのは一体どういうバランスなのか、私は非常に理解不能です。不利益というのは、その大きな要素としては、過剰診断と偽陽性の2つです。で、今回その甲状腺の検査で、正常というか、精密検査は必要ではないけれども所見があるという状態で A2 という判断がされて、で、これは、もちろんその、医学的には放置してよいというものではあるにしても、受診された方々に A2 ということを、申し上げるとやはり不安を持たれると。で、こういったことはやはり、ご本人に対しては不利益ということとカウントするのが僕は正しいことだと思います。それから、過剰診断というのはなかなか難しいですけれども、現実、30万人、受診をされて100人程度の甲状腺がんが見つかっていると。で、これを、どう解釈するかということは、きちんと比較をしてですね、検討すべきですけれども、その中には放置しても、本人の、害には至らないようなものもあったのではないかということは当然考えられるわけで、それが個々の人のどの方が過剰診断なのかというのはこれはなかなか難しいですけれども、相対として、数が増えているということでの過剰診断ということは、否定できないというふうに思います。ですから、現にこういう一回その子どもの、お子さんの方々にですね、検診をしてこういう結果が厳然とあるわけですから、それをきちんと解釈をしてですね、で、そのうちの不利益というものは、このような、数あったということを、認識をして、で、それに見合う利益というものがきちんとあるのかということで、利益不利益バランスを考えて、で、ここの方がですね、受診をするかしないかということを判断する適切な裁量を与えていく方がいいと思います。なので最初見てあげてらっしゃるので、よろしいですか。私もこの福島県の検討委員会の委員の一人でございますけれども、星先生、特にこの検討委員会の途中から座長を引き受けていただきまして、本当にいつも大変ご尽力いただきましてありがとうございます。また甲状腺の専門部会の方では、清水先生にやはり座長を引き受けいただいて大変ご尽力いただいております。この環境省のこちらの委員会が福島県での
健康管理の在り方についても議論するというそういうミッションを持っているものですから、私はその福島県の委員会委員も兼ねている立場でもっと早くですね、県のご担当の方々のご意見を聞くべきだったというふうに、それを発言すべきだったというふうに反省しております。今回事務局の方大変本当にいいタイミングで、県の方をお呼びいただいてありがとうございました。で直前のその日曜日の、会議の時に何人かのその県の委員の方々が、この点についてはもう県だけではあるいはその県の検討委員会だけでは議論がし尽くせないのでぜひその国のご支援もいただきたいとか国でも議論いただきたいということが出されたと思います。ちょっと北島部長も主任の委員としてご参加いただきましたけれども、ちょっと私その論点についてちょっと記憶が曖昧だったのでそういう発言があったということは覚えているんですけれども、星座長の方からせっかく今日のこちらの会議の場面ですのでその点についてもちょっとリマインドしていただければというふうに思います。もう一点はですね、私も日曜日に発言したんですけれども、星田長が今回 の, その中間取りまとめのところで少しその県としての検討委員会の検討の在り方についても考え直したいということを、おっしゃってくださったので県のですね、委員だけで議論を深める機会、もちろん傍聴の方には言っていただきたいと思いますけれども、よりその委員同士での議論を含める機会やそれから県民の声を直接聞く機会をいただきたいという発言もしました。そういうふうにその、検討委員会としてですね、今後また新たな局面を考えているということももう一度座長の方からご説明いただければありがたいと思います。1点目のことはですね、私もうろ覚えであります。ただ県内に閉じていない環境になりつつあって、先ほどのその、就職の話もそうですし、進学の話もそうですね。ですから県内での努力や今の我々の努力だけではカバーしきれないものが出てくるとすれば、それはやっぱり広く支援を受けなきゃいけないし、それからやっぱりその県で今やっていることについてもう少しこう理解をしてもらって、国からの速報支援というのも必要だなということを文脈として言ってたというふうに記憶しています。それから見直しの件ですけれども、やはり3年が経ってさまざまなことがありました。でそれをその思い出にはしたくないので、結局その我々が経験したことがこれからの検診や健康管理に結びつくものでなければならなくて、スタートしたものをもう全体の変更がありえないという形でやるものではないよねと。でこれは今現にそれをに取り組んでいらっしゃるその県立医大 の, その実行部隊の方々の意向というか、その感触やですね、あるいは実際に出てきた結果などを踏まえて全体としての見直しの時期というのは当然来るだろうと。さっき の, その利益不利益みたいな話ももしかすると一つの論点なのかもしれませんが、そういうことだけじゃなくてですね、今やられていることの妥当性や今後へのより価値のあるものにしていく、それは県民の健康についてというですね、より価値のあるものにしていくための、転換は、はばからずにやっていきましょうという意味でそういう発言をさせていただいて、手始めに3年を迎えた先行調査が一段落をついた甲状腺については論点を出して皆さんと議論をしながらこのまま続けていくというのも一つのもちろん選択肢ですし、これは追加です、これは少しこういう形でというようなこともあり得るんだろうと思います。いずれにしてもそのデータを取ることが目標とか何かの結果を出すことが目的ではないので、県民の健康というものを最大限最大化するためにどうするのかという論点で見直しをしたいということで申し上げました。でちょっと私は申し訳ないですけど、もう一つ先ほどの件でですね、利益不利益みたいな話はさておいてですね、それからがん検診の受診率は高くなくてもいいんだっていう議論かもしれませんが、それも置いてですね、受けたいけど受けられないという環境は私は排除すべきだと思って発言をしました。がん検診は 100% 受けさせることが是だと、それが目標だと目的だと、そういうことではないです。受けたいのに受けられない環境に
現実に置かれている人たちがいるから多分23年度より24年度の方が受診率が下がっているということも考えられるんですね。ですからその受けたい人が受けられるような環境を作り、そして適時に医療に結びつくような状況が全ての国民に与えられた、まあ、ある種の権利であり、それはその有効性についてはまあ議論もあるかもしれませんが、それも置いてですね、今制度として置かれているその甲状腺のことを除けば、そういうがん検診のその受けやすさみたいなものはやっぱり特段の配慮をこの福島県に対してはしてもらいたいという意味で申し上げたので、ちょっと誤解があったような気もしないではないので、そのように理解をしていただきたいと思います。すいません。先ほどよろしいですか。全然今のお話とは違うことで伺いたかった質問が一つあるのですが、先ほどから出た過剰診断のことで、私なりに意見を一つ持ってますので、話させていただきたいと思うんですけれども、これ疫学的検知から見る検査の結果とですね、私臨床医なので臨床的検知から見る結果とそれに対する対応って違うと思うんです。でそこの点が少しずれてるんで、なかなか話がまとまらないかなっていう感じがするんですね。私は検査をこれ36万人から38万人になる検査を福島県が整然と行ってる、すごい努力で敬意を表しますし、それがうまくいってると僕は思ってますね。それでこれだけの患者さん対象の検査をすれば病変が見つかるのは当然の話で大きくなるのですね。実際に昨年の、12月の時点では70人ぐらい胃を悪性また悪性の疑いが、それが3月になって90人ぐらいになってます。で今度は6月で104人と、だいたい3ヶ月で15人から20人ぐらいですね。だから今度の検査も予想できたぐらい、この3ヶ月内で少し増えるっていうのは、そのうちの一定の割合で増えてる。でこれは検査をたくさんやるから増えてるのは当然のことで、でそれに対してどういうふうに対応するか、でその104人なり学生の方が全部手術してるわけでなくて、その中から僕は手術をする必要があると判断した、まあ、外科医ですね、福島県立大のドクターなりがこれは必要だと思って手術をされたんだというふうに思ってます。実際はもう少し、そのうち出てくるでしょうけども、どういう患者さんに対して手術をした、あるいは転移があったのか、あるいはどこを全部取ったのか半分にしたのかとかですね、位置がどこだったのか、転移の数がいくつだったのかっていうのは、個人情報が保たれる、キープされている限りはどっかでやっぱり知っておきたいなというようなことが一つあります。それからもしですね、これ反対に、いやこれはやっぱり過剰診療なんだという意見の方々は、じゃあこれやらないのか、あるいはどこまでやったらいいのか、でそれに対してどういうふうに対応すべきなのかという意見を聞きたいというふうに思います。最近アメリカの結局インフォームドコンセントっていうのがございますから、なかなか医者だけで決めるわけではない、患者さんもそれぞれバックグラウンドが違うところで、1対1でお話しして手術を受けるかとか、あるいは検査をするっていうことになるんで、そういう臨床的なところをどう疫学的っていうか、どうデータに変えるかっていうのはなかなか難しいですね。そうです、臨床的立場から言わせると一人一人違います。一人一人が違います。だからこの患者さん人に対しては手術が必要か手術が必要じゃないかということを一人一人検証し専門家の間でですね、検討してですね、それで必要な患者さんに対してはもちろん本人は子供だった子供さんで分からない場合にはご両親を含めて、あるいは関係者を含めてきちっと説明してですね、それでやるべきだと、それはもちろんそう思います。一例一例一人一人に対してきちっと対応する。だからその結果100人のうち90人が必要だと思うっていうことになれば、それは 90% になりますんで、それはやっぱり専門家のそういう所見に
委ねなくてはならないところもあるかなというふうに思います。戸辺先生。私は臨床の先生方の判断間違っているとかそんなことは一切言っておりませんで、個々の判断を適切にやった結果がこの90人とか100人とかいうことなんだと思います。で、ただ過剰診断というのはですね、まあ、数の上で、その判断するということをせざるを得ないんですけれども、過去 の、 その、まあ、検診の実例として、神経芽細胞腫の検診があります。でまあ、当初、まあ、導入された時はもちろん早期発見につながるということでやりましたけれども、結局その後の評価で死亡率は下がらず罹患率だけが増えて、まあ、それは数の上では過剰診断であったのだろうという判断がされて、で、まあ、1回導入されたものが、まあ、休止されたという経緯があります。ですから、まあ、そういうことがあるので、過剰診断というのは何もその霞のようなものではなくて現実に存在するものですので、そのことをきちんと念頭に入れて今後のことを考えた方がいいというふうに思います。確かにそうだと思います。神経芽細胞腫のご声も聞いたことももちろんあるんですが、神経芽細胞腫と甲状腺が違います。病気がで、しかも甲状腺は予防はいいとは言われてもやっぱり時間が経てば進行してきます。特にお子さん の、 乳頭がんは大人と比べてアグレッシブ、というふうに一般的に言われておりますし、まあ、経過を見てですね、例えばその中の一人でも二人でも、将来トレーニング手術ができなくて、あるいは亡くならなくてもクオリティオブライフ、例えば声を失うとか気管を切除して淡々無して危険な手術になるとかですね、そういうようなことになってからでは僕は遅いと思う。で、そのためにもちろん手術をしないで経過を見る方も子どもさんたちも1年なり1年半2年なりに1回はきちっとフォローしてですね、で手術をしなくていいものかどうかというのをきちっとこれを検証して検査していかなくちゃ、これは我々 の、 臨床医側の役目でもある義務でもあると思います、ね。どうぞよろしいですか。まあ先ほど星先生がおっしゃったことで私大賛成ですけども、やはり検診のですね門戸を広げて受けやすくするっていうことが一番大事だというふうに思ってます。でこの資料参考資料2のですね48ページに、過剰診断のこれはおそらく清水先生が部会長のあれですか、この評価部会ということで48ページのところに過剰診断っていう両括弧5で過剰診断って書いてあります。これを見ますとですね、まあ、過剰診断のその、まあ定義みたいなことについて書かれてますし、私はこういうことで過剰診断っていうであればですね、別に私はいいと思うんですけど、大変過剰診断っていうことのですね、まあ言葉尻が大変悪いのでですね、あんまり使いたくないですけど、私はやはり検診をしてこういうものが見つかって、そのことについてですね、早々と手術するとかっていうことは確かに間違いかもしれなくて、やはり、きちんと経過を追うっていうことは大事だというふうに思います。まずはですね、検診をやったからこういう過剰診断とも言えるような、まあ、所見が出てきたわけで、まあ、その検診をやって経過を追うということがすごく大事な、まあ、特にですね今の県民の方たちを安全にですね見ていくためには僕は必要だというふうに思っています。その点ではこの同じ資料のですね63ページの星先生のおまとめになった、いわゆる過剰診断についてというところ、まあ、それからその下のですね63ページですけども、その下のですね対象者の受診機会を適正に確保する方策、こういった問題点の捉え方が僕はすごく正しいんじゃないかなというふうに思ってます。わかりました。だいぶ時間が経ちましたので、だいぶ事務局での一般論も準備しておりますので、むしろこの次の次回の何と言いますか、前もっての勉強と、いや次回までに頭を整理してきていただくということで、概要と論点整理について準備したことを最後にお話していただけますか。
その前にどうしても今お話したいという方がいらっしゃいます。あ、佐々木先生の時あのどうぞ。よろしいですか。どうぞ。ではお手元に資料2をご用意ください。先ほど来から県民健康調査についてご議論いただいておりますけれども、県民健康調査は県民個々人の資料2でございます、すみません。県民個々人の健康も見守るということで県民健康調査はされてきたということになっておりますが、一方で地域の住民全体について疾病の増加傾向トレンドを把握するということも施策を考えていく上で重要なことかと思います。先ほど来からお話も出ておりますが、既存のシステムとしてがん登録等ございますので、資料2の方でそれを言った通りまとめてございます。ここでは細かな説明は割愛させていただきますが、またお手元お持ち帰りいただいてご覧いただければと思います。ざっとですけれども、まず患者調査についての資料を資料2での3ページで付けてございまして、5ページ目以降、レセプト情報特定健診等情報データベース NDB ナショナルデータベースの略ですけれども、こういったものも活用可能なのではないかということでご紹介してございます。どんどん飛ばしていきまして、15枚目以降ですね、がん登録についてご説明をしてございます。ここでは詳細のご説明を省きますけれども、最後21ページだけご覧いただけますでしょうか。がん登録推進法施行に向けた今後の予定というところでございます。先ほど先生方の方からもお話ありましたように、2025年12月にがん登録等の推進に関する法律が成立いたしまして、右側に見ていただきますと平成28年より法施行の予定と、現在はその準備の段階という状況になってございます。で今政省令の策定等の有識者会議、厚生労働省のがん登録部会の方で議論がされているというところでございます。でこの法律の中では、がん登録等の推進、厚生労働大臣が全国がん登録情報を提供できるという旨の規定がございまして、その対象として厚生労働省令で定めるものが規定されると、その中身についてこの政省令の策定ということで議論されているところなのですが、まだ議論の途中ではございますけれども、少なくとも現在議論の中ではですね、この厚生労働省令で定めるものについて、福島県立医科大学福島国際医療科学センター放射線医学県民健康管理センターが含まれておりいる形で議論がされていると聞いてございますので、こういった全国がん登録のデータも今後非常に活用可能なものかと思います。資料2につきましては以上でご説明としては終わらせていただきます。続きまして資料3をお手元にご用意いただけますでしょうか。こうしたさまざまな現状をご認識いただいた上で、健康管理のあり方についてこれからさらにご議論を深めていただきたいと思いますが、経緯現状主な論点を一旦まとめておりますのでご確認いただければと思います。経緯といたしましては繰り返しになりますけれども、福島県において、県民健康調査をこうした目的を持って趣旨でもって平成23年から実施されてきていると。現状のところですが、震災から3年以上が経過し、次のようなことが一定程度分かってきた。原発事故による被爆線量が一定程度分かってきた。また県民健康調査の結果もある程度出てきつつあると、そういう状況を踏まえて主な論点として3つ挙げさせていただいております。これはあくまで案という形でして、それ以外のものをがないというわけではございませんので、その点ご了承ご理解いただければと思います。まず論点1ですけれども、県民健康調査についてこれまでの調査結果をどう考えるか、またそれを踏まえた同調査の方向性や改善すべき点についてどう考えるか。続いて論点2ですが、被爆線量の状況を踏まえ、事故による放射線の健康への影響が見込まれる疾病についてどう考えるか、またそれを把握するための方法についてどう考えるか。論点3ですが、健康不安への対応についてどう考えるか。この3つをジングルとして挙げさせていただきました。これだけですか？ご説明としては以上です。どうもありがとうございました。
恐れ入ります。すみません。論点随分環境保険部として何度も議論して作り上げた論点でありますけれども、もうまたこの次来ていただくというわけにはいきませんので、お二人から何かこの論点についてまだちょっと時間がございますのでお話しいただければと思いますが、特になければ無理になると思うけど、これ言うと嫌われそうですけども、あえて来てせっかく来ましたので、やはり先ほど私述べました、検診受けにくい環境になっているというこの現実にはやはり何らかの対応を国の施策としてというか国の支援なしにできないことは私あるんだと思うんですね。例えば市町村事業と言われているがん住民検診あるいはがん検診の、その垣根を越えた実施になると県も及び腰なんですよね。もちろんです。それはですから県内でやれと言っても県は自分の県の話として、つまりこれは法律に書かれていることですので、簡単に曲げることはできないと、こんなことも私は百も承知ですが、とはいえ長く避難をしている状況が続いている我が県民の健康を守っていくという観点から、上乗せ検診もさることながらきっちりとした基本検診や、今で言うとそのエタボ検診ですかね、なんとか検診とがん検診についてはより受けやすい環境を作るための皆さん方の支援というのが私は福島県にとって不可欠だと思っていますので、そのことは発言をさせていただきました。今の星先生のとかなり重複かもしれないですけれども、当初この県民健康調査30年というスパンで県民を見守っていく必要があるのではないかということでスタートしたと理解しています。そういう意味では国の基金をもとに私たち、無駄遣いはせずしっかりとやらなきゃいけない調査をやっているつもりですけれども、論点のそれぞれを適切にこう私たち対応していく、特に健康不安への対応、フェイス2フェイスの支援とかを考えますと、とても県立医大のセンターのみ、また県と一緒にやってもですね、なかなか十分に対応できるだけの人材、そしてそのための、ノウハウも含めてですけれども、やはり国の引き続き の, 支援が本当にお願いしたいなということで、私たち県民の命と健康を守るためにできるだけのことはやっていきたいと思ってますけれども、いかんせん力不足ですので、ぜひ今後ともご支援、あと実質的なご支援もお願いしたいなというふうに思っています。以上です。特にその論点 1,2,3 それぞれ伺いたいところでありますけれども、逆に委員の方からこの論点が近いところで、県民健康調査いや県民健康調査をやってらっしゃる方に伺いたいことがあれば、今数分間また時間がございますし、先生方また出てどうぞ。福島医大、それから各市町村、それから県、いろんなその関係者がおられて、ある意味で全てステークホルダーということになると思うんですけれども、ただ実際にその検診を受ける方々がやはり非常に重要なステークホルダーであるはずなんですけれども、そういう方たちの声を吸い上げる、そういったシステムは今はできているんでしょうか。吸い上げるという意味で言えば、住民との対話というようなことや、私たち、直接その市町村の住民を対象とした、説明会や結果説明会、あと個別の、検診であれば、来られた方への結果説明会での個別の健康相談等を通じての、情報収集というかですね、対話はありますけれども、検診に来られない方や、質問しに答えてない方たちにのみというか、そういう方を対象に特別何か十分対応できているかっていうと、多くは保健師さんを通じてどういう方が答えてない、またどういう方が受診をしてないようだということは市町村の行政担当者等を通じて情報を得て、いるというような状態です。福島県が今年県担事業で、私ども医師会にも委託をしてもらいましたけれども、3年を過ぎて、いまだにやはり放射線の影響に対する心配や、自分の体、心の心配を持っている方がいると、そういうことに対して、
個別の相談会のようなものをやりましょう。それはまあ数としてはそんな多くはできません。でも今までのように講演会のような形式で誰かが喋ってそれを聞いてではなくて、さまざまな例えば健康フェスティバルみたいなところにそういうものを設置して、ブースを設置して、医者ですね、この場合我々は医師会ですから医師が、個別にあの患者さんからの、患者さんじゃないですか、住民ですねからの声を聞くというチャンスを作ろうというふうにしています。でこれは単純にあの不安解消のための相談会に終わらせてはいけないので、しっかりとしたそのカルテっていうと言葉が入ってですね、どういう相談があったのかとか、どんな不安があったのかと、問診票のようなものをしっかりと作ってですね、まあ、それを集計、分析することによって、まあ、我々があまり普段アプローチのできない人たちに対する、まあ、相談という切り口ですけれども、ニーズの発掘調査、発掘みたいなことをしていきたいというふうに考えておりまして、あの県で予算を取ってもらいましたので、今年度しっかりと対応したいと思います。どうもありがとうございました。丹羽先生、なんか今のことでお答えになるかご質問されるかありますか。ちょっとこれから一般的な話なんですけど、あのここであのこれ一度申し上げたんですけど、占領と健康という形で議論がずっと続いております。それであのこれはあの最初の基本的な問題として議論しておると理解しますが、あの本来あのこの例えば論点3なんかに象徴されるんですが、健康不安という言葉そのものは一つ の, あの言葉として使われてますが、それすごく大きいあの広がりがあるように私自身は思っています。例えば日常生活が壊れてしまっているようなところでは、まああの当然体は体調悪くなるし、そういうのは日常は壊れるって状況が最終的には健康不安というものに代表されるようなものになってきておる。だからその、まあ、被災なさった方、あるいは避難されない方でも福島に住むってことの、 あの状況からあの受けるさまざまな問題点をそのもっと全体的にかんあの対応しない限りはどうしてもここのところへ戻ってしまうという、だから問題はもっと大きいと私は少なくとも理解しております。だからあのここで終わるらなくて、で問題の広がりがどうなんだってことはやはり議論しないと、あのここの最後の不安というところが最後の最後までのあの残ると思います。でこれは福島の問題じゃなく今後100年以上の問題と我々理解しておいた方がいいんじゃないかと思っています。だからあのそういう観点で単にここで終わるというものではないようにぜひともしていただきたい。どうもありがとうございました。もうあのいつも時間を大幅に超過するもんですから今日はできるだけと思っての、しましたが、でもあのまた今の論点については、続けてこの委員会で議論していくということにいたしまして、今日はあのここで事務局で最後に何かございますでしょうか。ありがとうございます。先ほどの資料3の点につきまして、あの加えて議論すべき点がございましたら、ぜひ次回までに、事務局の方にお寄せいただきまして、先生方と調整させていただきまして、より充実させたもので、次回またご議論の素材を提供させていただきたいと思いますので、ぜひ事務局の方にご意見をお寄せいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。また続きまして次回の専門家会議の開催につきましては9月22日月曜日を予定しております。会場につきましては環境省内の会議室で開催予定となっております。また本日の議事概要及び議事録につきましても後日公開とさせていただきますので事務局からお送りいたします。後日ご確認をお願いいたします。事務局からは以上です。じゃあこれで全部よろしいですか。本当にあの今日は遠方からというかおいでいただきましてありがとうございます。それではこれで終わりにいたします。
先生方の机に置かせていただいておりますお土産、安村先生からのお土産でございますので、ぜひお持ち帰りください。